キッドマン北海道探索チャンネル今回は釧路日帰りの旅に行ってきましたその時の様子をご覧ください、まあ、目的はこの青い列車キハ283というんですけれども、まあ、来年か再来年ぐらいで引退するので最後に札幌から釧路の往復を乗ろうとそういうことでございますで釧路に行く目的はあ昭和懐かしい、まあ、喫茶店だとかハイホテルなんかを見たいなと思って 釧路に行ってまいります。ご覧ください。まあ、このキハ283っていうのはですね、積層線の事故の車両なんですよね。まあトンネルの中でその車両の推進軸が落ちてそれを踏んづけて燃料が燃えてね爆発したと。これだけ大きい事故だったのに死者はいなかった。 まあ北海道の速達化に非常に、ね、貢献した車両なんですがイメージを落とした車両でもあるんですよね130キロで運転してたんですけれども今は110キロまでのようです詳しい方の話によるとあの車体自体が、ね、もう老朽化してねじれたまんまなんですよねでエンジンを切ると傾いたままなんですよね 普通の状態で傾いたままっていうことなんですね。うん、ちょっと怖いですよね。で、この辺りはあこれよく見るとカーブで振り子なんですよ。これ傾いてますよね。カーブの時にこう車体を傾けながら走ります。この辺まで来るともう釧路ですねで。揺れがひどいことで。 あの知られるんですけれども私はそんな気になりませんでした試しにペットボトルに入ったお茶を置いてみたんですけれどもねであのキハ261っていう主流のやつはあんまり揺れないようですさあ釧路、えーね、に着きました今回は非常に天気が悪かったんですねゲリラ豪雨も2回ぐらい来ましたただ今回楽しみなのはレンタサイクル 自転車を借りて広範囲にわたって建物を観察できるということで楽しみにしておりますこれ釧路駅の中ですね最初からこう渋い建物カフェ、ね、ラーメン屋さんなんかがありますこれホテルオーシャンですね別で特集いたしますで地図を描いてきましたホテルと喫茶店ですねこれを見ながらあの探索 いたしますこれ釧路駅国鉄ですよねこのパチンコもいいですね昭和ですレトロでございますなんか当たりそうですがどうなんでしょうねこれはちょっと引き目から取りましたまあ喫茶店の特集と、えー、ホテルハイホテルの特集とあと釧路のねこういう巡るまあ、全体的な流れのま3、あ、本立てみたいな感じでねやります結構連続であの昭和のね 渋い建物を撮影しましまたよくねさびれてる街みたいなことを言われるんですけれども私の中ではまだまだ魅力ある昭和やレトロがねたくさんありますそういうねあの懐かしいものを集めた懐かし感っていうのがありましてまあちょっと前に行ったことがあるんですけれどもあの昭和とかレトロの,あのものがねたくさん置いてあります。 ぜひ、釧路に行ったら、懐かし館行ってみてください。釧路駅から歩いてすぐです。あこういうね、うん、レンガ調の建物に、ね、一点物の文字が入ってるとかね、私の好きな建物ですね。で、これが前から行きたかったリリーです。で、地下に進んでいくんですよね。これは後日、あのしっかり特集いたします。これは、末広。 ですね、うん末広ビルの地下街、ね、こんな感じでこの書体はねすごいですよ、ね、で私の行きたかった喫茶店がね続々とこう出てきますからねこれは本当後日ね特集いたしますでこの階段見てください屋上の階段すごいですね、まあ、やはりねこうやってあの板で貼ってあるところもあるんですよね これは確かハイデパート跡だったと思います天井なんかもかなり崩壊している状態です釧路のメイン飲み屋街にボンとね存在感ある感じで立っております、まあ、釧路なのでね錆び方とかやっぱりね室蘭っぽいですよね海町っぽいですあいいですねこの書体一点物ですよこれで引き目から取った感じですよね 東芝こういうねホンダとか東芝とかでねこういう文字がね好きなんですよねこれはね商店バコねどこにでもある感じなんですけれどもそれぞれ味わいがあるんですねこれは確かねワインとかイタリアン料理系のお店だったと思います行くたびに撮ってます これは確かハイビルだったような気がしますね。うんと中は結構ね荒れた状態でした。でこんな感じで居酒屋っぽいところが入っていたようです。天井なんかもねちょっと崩れている感じですね。これもね壁ね板張ってこう封鎖している状態。これごと多分廃墟というかハイビルだと思います。これカニカニの絵があったんでしょうね。 中軽くこんな感じです。あかなり、ね、崩壊してますね。椅子なんかもまだ置いてある状態ですね。で隣のビルなんかもね、うんとやってるのか廃墟なのかちょっとよくわからない感じでしたね。こういうね。ただね、デザイン的には非常に味わいがあって、もう何分でも見ていられる感じでした。まあ、実際見てましたね。こういう電気とか。 うん、これは有名ですよね泉屋さんスパカツただね入ったんですけれどもあの料理をね取るのを忘れましたなのでメニューだけ、えー、ご覧くださいまあ釧路といえばスパカツみたいな感じですけれどももちろんスパカツもいいんですがもっとねあの地元の人しか知らないような名所とかをね行きたいなと思って今回ね くしろ行くことにしました海がねやっぱ綺麗なんですよね船もね目の前にあるこれもハイホテルです後日特集いたしますこの丸窓どいっすねどっかで見たけど思い出せない非常に薄型なビルですね これはもちろんねやってるビルですね、まあ、昼間なのでお店は営業していない状態なんですけれどもなかなかね看板を見るだけでもねあの結構時間かけてみましたこういうね小さい通りとかがあって非常にあの昭和のねノスタルジックとファンタジーな感じがね非常にあるんですよねこういう雰囲気はね釧路にしかないですね でこういうね裏路地というか細い道がね結構多いんですよね昔マジックショーで来た時は、まあ、入ったお店は忘れたんですけれども炉端屋さん的なところで焼き魚とおにぎりを食べた記憶がありますまあ、どちらも非常に美味しかったのを覚えております こういう看板とかすごくないですか。戦後感がありますよね。もうススキノには多分ないですよね。こういう雰囲気のはね。釧路はシリーズ化いたします。ありがとうございました。